はい、こんにちは、ケイです。今日はですね、トレックルームです。で、今日は、スペシャル棟に新イベント来てまして、これですね。さっきエリートクリアしたんで、ちょっとエキスパーをやりたいと思います。とりあえず、いきます。はい。で、なんかね、条件で、多分、空島のキャラクターじゃないと、空島のキャラクターじゃないと、なんかステータスが、あれこっち 20% になってる。エリート 10% だったのね。まあ、要は 20% は下がっちゃう。え？ちょっと勝てるかな？まあ、僕持ってないんでね、キャラをね。はい。なので、ちょっとまあこれで行ってみます、とりあえず。とりあえず行きます。はい。まあ、僕キャラ持ってないからな。空島まだ行ってないからな。普通の方で。キャラいないんで。まあでもまあとりあえずは行ってみます。で、はい。でね、ちょっとね、なんとも言えないんですけど、一応、まあ、メンバーはさっきと一緒です。で、大体ウソップは使えたから、ウソップで、やっぱり送らせる。まあ、そこは大事ですよね。ウソップで送らせてあげると。あれ、行き過ぎたな。行き過ぎたな。ちょっとやりすぎちゃったな。4のやつないのかな。あ、お肉か。まあいいや、お肉は取ってこいちゃう。あ、微妙だなー。まあいいか。あ、まあいいや、倒しちゃうな、これ。はい。でね、ゾップは使って、最後なんか心属性は嫌いだよって言ってたんですけど、いまいちちょっと理解できなくて。あ、弁した。結局、どういうことなんですかね。やべ、これ食らう。あー、倒しきれない。まずい。まずい。カメはいいけど、こいつがやばそうだな。あー、結構食らうなー。意外と食らうなー。はい。そう、でね。ちょっと途中で怪しいのいっぱいいるからなー。倒しとこう。そうなんです。で、なんか半減だかどうとかって書いてあったんですけど、いまいちちょっと内容が分かってないっていう。あ、で、こいつもね、厄介。こいつも倒しとかないと、なんか、目隠ししてくるから。なるべく多分このターン倒した方がいいってことなんでしょうね。2回目になんか見えなくなっちゃうやつ。ドーンとか、なんだっけ。パーフェクト狙いを敵、見えなくなっちゃうやつ。なんで、これはもう先倒した方がいいんですよね、きっとね。これ倒さなきゃダメなんだよ、これ。ただ倒しきるか？ちょっと強いな。あー、待って、いけないかも。あー！くっ！マジかー。そうなんですよ、これ。これね、4ターンになってるし、さっき3ターンだったの。マジかよー。マジかよー。倒しきれる、これ。4ターンでしょ。こっから生き抜くのが結構しんどいんだよな。なるべくここで倒しきらないように行きたいんだけど。はい。よし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 。よしよしよし。お肉を取って、ちゃんとお肉を取っていこう。あ、待って。俺やばい、間違えた。やべえ、普通にやっちゃったけど。あぶね、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 あぶね。やべえ、普通に。もうなんかあと1ぐらいと思ってさ、亀と同じ感覚でやっちゃって。あぶねえ。いや、よかったよ、パーフェクトだけで。あれ倒してなかったよね、危ない。いやー、何やってんだよな、危ない。で、こっからですよ。見えないんですよ、こっから。ちょっとね、きついんですよ、見えないから。はい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 。背面タウト。もうわかんないから、やべえな、2人、大丈夫？はーい。そうなんですよ、見えないんでね、どうしようもできないんですよ。僕嫌いなんですよ、これ。しかも、このメンツの場合は、ミスると、レイリー先生なんで、効果がね、なくなっちゃうからね、大変ですよね。ここから見えるようになったでしょ？よしよし、もう食らえないからね。もう食らえないよ。もういい加減食らえないよ、もう。あべえ、なんでに、あん間違えてしまった。肉を取りたかったのに肉を取らずにやってしまった。ちょっと、もうこれから先にやっとこう。あー、もうミスったよー。ちょっと行き過ぎたかな。あー、いいね。ドンピシャドンピシャ。もう食らいたくないね。食らないにしないと。やば。本当にやばい。ウソップは溜まりましたと。ウソップは溜まったよ。はい。ここもね、厄介。なんだっけ、こいつ攻撃してくんだっけな。ちゃう、ロックしてくるんだ。そう、ロック。ガシャンとね。2ターン。2ターンロックしてくるんで、2ターンでこいつ倒せるかって話なんですけど、ちょっと怪しいんですよ。
なので、まあちょっと前行きます。ベロンの方がいいかな。いや違うな、そうだな。おいっす、次のターンでいける。いけそうだけど食らいたくない。やばい、食らったらやばいかもしれない。でも肉は取っとかないとやばい。ほい、あべ、あぶねえ、あぶねえ、マジチキったぜ今本当に。ちょっと肉たくとも忘れないうちにね。あーもうチキったよー。あーちょっと微妙だな。一応ね、ターンは稼いでいこう。稼げるときにターンは稼ごう。ここで倒しきれないとやばい。倒せ倒せ倒せ、よし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 。うわ、食らいたくねえ。ここも食らいたくねえ。絶対に食らいたくねえ。なんだよ、ペンギン先生、タフだな、意外と。マジかよー。あ、オッケー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 。ヒヤヒヤするな、これ。お肉は取ろう。お肉は取ろう。で、ここターン稼ぎたいから、こうして。で、お肉は取らないと。お肉は取らないと、まずい。はい。ここも一発でいかないとダメだね。食らいたくないね。ちょっと食らわないに行こう。え、やべ、ミスった。えって言っちゃったよ、自分で。倒せ。オッケー、もう食らいたくない。食らわないでいいよ。マックスだしね。ターンマックスなんで。ここですよ、ここ。ここはちょっとあんまよくわからなかったんです。なんだいと。ちゃんと読みましょう。心属性、心属性のダメージを半減させてもらうと。なるほどね。心属性からのダメージは半減か。あ、そういうことか。しかも770くらうのかよ。え、なにあとこれね、このアルビダのさ、これ。なんか、ドクロマークついてるんですけど、これがね、よくわからないっす。でもこいつ心属性じゃないんだけどなと思って。とりあえずソップ使います。これはもう使えるから。エキスパじゃなくてエリテ使った。このドクロマークがちょっとあんまわかんないんで。誰か教えてください。とりあえず半減されちゃうらしいです、心属性がね。だから、ウソップはあんまり効かなくなっちゃうと。まあでも、ここからが大事ですよ。要は、ここからですよ。まあ、とりあえず、普通にこれいきまーす。はい。ウソップは半減ね。はいと。で、このドクロマークは何なんですかね、全然わかんないです。正直。おいっす。おいっす。あ、いいね、いいね、いいね。調子いいよ、調子いい、調子いい。待って、こいつ3ターンしかねえじゃん、意外と。肉は取っておきましょう。はい。はい。はいと。はい。はい。あー、いかん。いかん、いかん。いかん。あと2ターンで倒せるかな。とりあえず倒すしかないんで倒します。肉は取ってみましょう。はい。あ、そっか、半分だったから先にすればいいかな。はい。はい。はい。おいっす！いけるね！いけるね！とりあえず、せっかくだからクローナ使っとこう。はい。これ使っとけば、まあ、防御力もアップするし、相手のあれも下がるしね。まあ、確実に倒せると済みます。よし。いきます。うい。うい。よし、オッケー！あざっす。いやー、なんか、ちょっとわかんないこともいっぱいありましたね。まずドクロマークなんだっていうのと、あとは心属性半減っていうのも分かったんで、逆に言えば心メンって言っても結局半減だから普通の人と変わらないってことでしょ。そうなっちゃうからね。だから逆に言えばこの心属性縛りで、あ、縛りというかメンツで言っても結局は能力変わらないっていうか半減しちゃうってことだね、攻撃力がね。まあ半減というか普通になるってことだね。はい。はい、あざす。よりあざす。あと気になるのは、ドクロは何なのっていう。そこだけちょっとわかんなかったです。はい。まあ、ちょっとそれは、またたかしに聞くかなと思います。はい。はい、ということでですね。本日は以上になります。本日も動画を見ていただいてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。